はい、どうもです。皆さん、おはようございます。ちょっと、ユニバーシティゲームズ。今回ね、ちょっと動画、最初の方の12人くらい見ることができなかったんですけど、視聴者の方が URL、Twitter の URL とか送ってくださったので、舞ちゃんとか坂本さんと、あと、キム・イリムの演技は、一応、前半12人のうちは見ることができて、他の選手たちは、ちゃんと、見ることができたんですが、クラコワちゃんとかね、ちょっと見ることできなかったんで、まあ、そんな感じでしたけど、ちょっと結果を振り返りながら、感想を述べていきたいなと思ってます。はい。まあ、多分皆さんね、寝不足になってる方もいると思うんですが、僕はちょっと今、こちらの時間でもう深夜のね、0時半なので、ちょっと話したら寝ていこうかなと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと成績をね、こちらちょっと載せながら話すんですけどね。あ、こっちはいいかな。はい。ちょっと待ってください。こんな感じで。はい。1位が坂本花織さん。78.40。ということで、素晴らしかったですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと大きくして。78.40。はい。1位、78.40でしたね。はい、素晴らしい。素晴らしいね。まあ、彼女、トリプルフリップ、トリプルトーンとか、先生もね、あっとか言ってましたね。ジャンプ、やっぱこうね、フリップと三々がやっぱ後半なので、まあ、それがやっぱりちょっと一番こう、まあ、不安っちゃ不安なところがあったと思うんで、まあ、それで、ね、先生がちょっと心配してたと思うんですけど、まあ、フリップと、決められたっていうところは非常に大きかったと思うし、まあ、カメラの画角的なダブルアクセルの躍動感がいつもよりなんかなかったかなっていう、まあ、多分カメラの位置のせいかと思うんですけど、でも全てのジャンプはコンパクトに決まっていたかなと思います。で、フリースケとかが、なんていうのかな、こう、もう完全に自分のものにしたのかなっていう感じがあるので、まあ、全日本の時にね、ショートもフリーもノーミスだったと思うんですけど、まあ、なんだっけ、ね、そこからの、まあ、ノーミスっていうこともそうですけど、まあ、自信もやっぱついてきたのかなっていう感じがすごくしたので、そこがね、非常に良かったんじゃないかなと思います。スピンとかもかなりいい評価、ステップシークエンスも素晴らしいと思います。まあ、ここら辺はちょっと、プロトコル表を見てからなんとも言いませんけど、良かったと思いますね。自信のある演技だったなと思います。で、三原舞依選手もツイッターの動画でちょっと見たんですけど、いやー、彼女もね、風のごとく良かったですね。はい。で、これ、非公認なんですけど、75.60っていう点数は、これは彼女自身史上一番いい点数だったかな、多分。これ以上高い点を見たことなかった気がしますね。75.60。なので、これはかなり彼女としては嬉しいんじゃないかなと思います。で、もうジャンプがね、とにかくもう回転不足をどうにかやっぱりなくしたいっていう意識っていうのがやっぱ伝わってきてて、で、トリプルルッツ、トリプルトーの後半のところ33も、まあ、本当に回転回りすぎたんじゃないかっていうぐらい回転をしっかりしていたかなっていう印象がありましたね。だから、そういったところも良かったと思うし、もうすべてのジャンプが降りた時の手の使い方とかも含めて、すべて風のようなね、風のごとく、ジャンプを決めれたと思います。で、ちょっと今回ね、動画がちょっとすべての、動画が、まあ、音楽と演技がずれてたので、まあ、そのなんだっけ、まあ、映像上の問題で、なんかちょっとそこら辺がちょっと残念だったかなと思うんですけど、まあ、でもおそらくかなり音楽の表現とか、そういった部分も、まあ、いつもと同じか、それ以上に、まあ、良かったなというふうに思いますので、すごいいい評価出たなと思います。こんな感じで世界選手権、まあ、まずフリーですけど、ね、やってほしいなと思いますね。で、三原選手はもう今大会かなり安定感ずっと切ってて、で、相当やっぱ試合とかもかなり連戦の中で、ここのね、まあ、全日本の終わった後のメダリスト会見の時に、ちょっとまあ、体調がね、やっぱ悪いんじゃないかなっていうところもちょっと感じたんですけど、ただまあ、全然そんなものを感じさせないようなくらい良かったなと思いますね。
そうそうそう。で、最近表情なんかも、なんか元気そうな感じがするので、うん。この感じで行ってほしいなと思ってます。はい。この坂本と三原選手がね、同じ同門でワンツーということなんで、よかったと。同門。うん。ね、この後、まあ、フリーがまずは大事ですけどね。はい。で、3位の韓国のキミ・イレム。うん、よかったですね。彼女も本当よかった。うん。で、キミ・イレム選手は、まあ、本当に前シーズンの、まあ、前半から中盤、うん、あまり良くなかったんです。特に中盤あたりに、まあ、特に後半、中盤の後半あたりに行くにつれて、ちょっと良くなくて、グランプリファイナルも良くなかったんですよね。うん。で、韓国選手権では多分良かったのかな、確か。うん。だけど、このショートはね、まあ、フリップとかもルッツとかもまあミスがあったところが多かったのを、まあ、しっかり修正したのかなと思います。うん、ジャンプは全てノーミスで、彼女は本当これまではね、ミスが、まあ、少ない選手だと思うんですけど、まあ、その、いい方が出たのかなっていう感じがしますね。うん、で、スピンとかステップとかの評価も、まあちょっとまあこれまでと同じように良かったのかなっていう感じはするので、うん。まあそこに加えてジャンプも今日は決まったので、そこが良かったなっていう感じはしますね。うん。まあでもフリーがやっぱ、まあフリー、やっぱりノーミスだったら、まあ点差があんまないので、まだまだね、ちょっとフリー次第で勝負、行方変わってくるかなっていう感じは、してますね。うん。はい。ちょっと得点がね、まあ、テクニカルエレメンツ、プログラムコンポーネンツ見ることができなかったんで、まあ、どんな感じの点だったんだろうって、ちょっと気にはなるんですけど、うん。ね、73.73なんで、結構いい評価だったなっていう感じはしますね。はい。まあ、シーズン後半に向けて、彼女も世界選手権行くのかな、キミデムはね。うん。はい。そんな感じです。うん。で、4番目、4位につけたのは、住吉りもん選手なんです。めちゃくちゃ良かったですね。うん。いやーもう、住吉選手ね、この演技を全日本でやってほしかった。うん。本当に。いや、本当に良くて、まあ、めちゃくちゃ良かったですね。スケーティングのタッチ、本当彼女素晴らしくて、手足の長さを生かして、で、エッジワークが独特だなってやっぱ思ってて、特に最初の方からもう空気の支配感、空気の使い方、うん、表情のタッチ、氷のタッチ、うん、エッジワーク、体の使い方、上半身、手の使い方、すべて良かったなって思いますね。うん。で、それが非常にいい方が良かったので、まあ、彼女はそのジャンプ、はっきり言って決まれば、もうかなりいい点が出るんですよ。ただ、決まんないから、あんまりこう、上の方に、まあ、気にしづらいことが結構多かったんですけど、これを全日本選手権でやってほしかったって思うくらい、本当に良かったです。多分彼女自身はショートではかなり良かった。ジャンプはちょっと詰まったかのような感じも見えたんですけど、まあなんとか、うん。回転が回りすぎてたかなっていうふうに思うくらいだったし、まあ、とりあえず、まあ33のフリップと33決めた部分、うん、良かったと思うし、まあ最後のルッツもちょっと心配だったんで、そこが決まるまでは緊張感が続いていたと思うんですけど、ねえ、ジャンプのとこはやっぱ緊張しますよね、彼女どうしてもね。うん。ねえ、やっぱりこう、安定不安定が結構激しいので、だからまあ今年はまあ全日本選手権以外の大会、グランプリシリーズはまあ結構良かったと思うんですよね、ショート。うん。だからまあ、全日本選手権で、まあかなり今季一番ちょっとどうしちゃったんだろうっていう感じだったんで、まあ、このユニバーシティゲームズのショートはね、本当に良かったですね。うん。で、スピンの、特に最後のレイバックスピンも、ヘアカッターのとこめちゃくちゃ回転速度、はい、あそこも、まあ、彼女の見どころかなと思うので、まあ、そこのところも良かったし、スピンの回転速度も今日も良かったんじゃないかなと思います。うん。なので、スピンもして、ステップも本当に良かったで、つなぎの、滑り、すべて良かったですね。うん。スケーティングがすべて良かったなっていう風に感じるんで、いやー、本当もう、素晴らしいですね。無駄な、こう、エッジワークが一切ないのかなって、ちょっと思ったので、うん、なんか、スピードがあるんですが、この無駄、スピードを出すまでの、
その助走をこうたくさん漕ぐっていうわけじゃなくて、一蹴りが本当に滑っていくのかなっていう感じで、そういうところは本当に良かったと思うんで、まあ、得点も72点っていう点数は、スミュー選手もあんま出したことないと思うんで、まあ、これ非公認ですけど、そういった意味でかなり自信になったんじゃないかなと思うんで、ちょっと嬉しいですね。はい、嬉しかったです。まあ、彼女最終グループ。まあでもね、できればね、思ったんですけど、坂本選手とか三原選手も、まあ、できれば、まあこれユニバーシティゲームズって ISU じゃないんで、まああれですが、まあでもできれば上手い選手たちは最後の方にみんなまとめてほしかったですね、やっぱりね。なんかやっぱ途中でこう、ちょっとまあ、その実績がない選手が、やっぱりちょっと、ね、まあ、かわいそうというか、ちょっとお客さんの見方も、やっぱお客さんも坂本選手とか三原選手とかキム・イレブンの時はたくさんいたんですよね。でもだんだん後半になるにつれてお客さんが減ってきて、空席が目立ってきてしまったんで、まあ、できればやっぱこういう強い選手たち後半の方にやっぱいた方が良かったなっていう気が、そこがちょっと残念だったなっていう気はしますね。で、エカテリナ・クラコワちゃんが5位なんですよね。63.22。結構点数離れてますね。10点くらい離れ、10点弱か。で、クラコワちゃんの演技見れなかったんですよね。63.22だから結構いい演技したのかな。どうなんだろうね。まあ、彼女はちょっと回転が足りなかったりすることあるので、まあそういったところもあるのかなと思うんですけど、63.22ということですね。で、韓国のチョイ・ダビン選手、この選手見ましたね。この選手ピンクの衣装で立ったなと思います。で、ルッツ・トウが確かちょっと回転が足りないような感じだったんですけど、ただ雰囲気は非常に良かったなと思います。そうですね。ルッツ・トウですね。で、あとフリップ。フリップ良かったのかな。で、他の技も洗練されていて、とても丁寧に滑った感じがあったと思います。で、7位のアンジェリア・クイ・カーブ・ウスカっていう選手。この選手も良かったのかなと思いますね。そうですね。あ、フライングシットスピンのバリエーションが結構面白かったって書いてありまして。あ、ビッ、うん。あ、そうそうそう。ちょっとね、そんな感じで。ここが7位で。それ以降が8位が、8位から、こちら14位の選手はこんな感じですね。あと、印象に残った選手は、ウクライナの選手がアナスタシア・ゴフバっていう選手。この選手が9位ですけど、演技見せてくれなかったですね。見たかったですね。57.5で結構いい点数出てますね。ブルガリアのアレクサンドラ・フェギン選手はいい演技だったんですけど、結構なんか表情が硬かったというか、なんか悔しそうな感じだったんで、なんでだろうっていう。なんかもっと喜んでもいいのになっていう感じですね。あんまり嬉しそうな感じじゃなかったんで。オーストリアのエミリー・サリー選手、良かったと思いますよ。この選手は確かメモはしたんだけど、ちょっと今回あんまりメモしなかったんですよね。あ、そう、彼女ね、ビクトル・バイパーっていう先生だったんですよね。で、彼が、まあ、結構面白いスピンとかやるんですけど、まあ、この、10位のエミリー・サリー選手も結構フライングシットスピンの手を上げて、フライングしてたんで、こういった手を上げてフライングするっていう、だからほら、手を上げながらフライングするっていうのあんまないんですよ。そういった動きなんか結構珍しいなと思いましたね。そんな感じで、とてもジャンプもコンパクトで良かったなっていう印象でしたね。で、11位、バロザ・キーバス、良かったですよ。あ、こう、良かったっていうか、彼女、まあ、トリプルと、を狙ったと思うんですが、まあ、3回転2回転になっちゃったんですよね。ただ幅とかは非常にあったし、それから曲も、僕もこの曲は昨シーズンから継続の曲で、ね、この曲非常にいいなと思って、野生心のある曲で、彼女怪我とかをしてるっていう情報が入ってるんですけど、まあそれがちょっとまああるのかな。でもトリプルルッツがステッピングアウトしちゃった、はあるんですが、他は非常に良かったなっては思います。ちょっとスピードは欠けたかなっていう感じはしますけどね。ただ、得点55.12でしたが、点が出た後にすぐ行っちゃいましたね。キスクが立って。まあ、でも、そんなにはね、悪くないですね。55.12っていう点数は、そんなには悪くないかなと思ったので、ちょっと残念ですね。不機嫌な感じになってしまって、キスクラも点出た瞬間、顔を押さえて泣いてる感じだったし、そんなに悔しがんなくてもいいんじゃないかなって僕は思ったんですけどね。で、先生と顔が少し似てるなって思ったんですよ、男の先生ね。
だからお兄さんかな、ね、ちょっと分かる方いたらコメントしていただいたら嬉しいですね。お兄ちゃんなのかな、なんか似てるなってちょっと思ったんですよね。うん。はい。で、なので、エヴァロッタ・キーバスは、僕は結構、いい演技だったかなっていう感じがしますね。うん。はい。で、香港のソー・ジャンヌ選手は 54.41 で12位です。結構いい点出てますね。うん。ただ、この選手は演技見れなかったです。うん。で、13位がワレン・ジャコブセンっていう選手で、14位がネラ・ペルコネン選手。14位、52.37 ですね。この選手はなんかフリップかなんかで転倒があったと思うんですけど。うん。はい。あとは、そうですね。15位から21位の選手はこんな感じですね。そうですね。気になった選手は、19位のアメリカのチング・キュイ選手、47.33 ですが、彼女は3つの転倒があったんで、マイナス4食らってましたね。ただ、この選手は、このグループで、2番目に滑る予定だったんですが、1番目の選手が、この WD ってなってるんですよ。棄権しちゃって、リトアニアか、のアレクサンドラ選手が棄権をしたんですよね。で、それによって、まあ、ちょっとこう、ウォーミングアップとかのバランスとかで、ちょっとこう、緊張感が増したのかなっていう感じが、このティング・クイ選手、ちょっとしますね。うん。で、まあ、転倒、ステップシークエンスも転倒があったりとか、ジャンプも転倒があって、マイナス4食らってましたんで。ですけど、結構演技は良かったと思いますね。結構印象に残ったと思う。結構迫力があって、スペイン系の曲を使ってたんですが、すごく迫力があって、いい印象は結構残ったので、うん。今後楽しみだなと。全米選手権では出てくる。あ、でも全米選手権結構近いと思うんで、忙しくなっちゃう気はするんですけどね。その辺が、うん、気になるんですけどね。はい。それから、あとは、スイスの17位のスイスのこの選手、シャレンヌ・ルギエ選手かな。この選手も衣装が黄色だった気がしますね。結構良かった気がします。印象は残って、で、お客さんも拍手が多かったので、結構インパクト残ったなと思いますよ。うん。そうそう。なので、うん、とても素敵なプログラムだったなと思いますけどね。うん。はい。そんな感じですね。はい。ちょっと見ていくんです。あとは気になる選手いますかね。うん。はいはい。これが22位から、28位の選手ですね。うん。ウズベキスタンのジャモリドノバ選手。この選手は、銀の衣装だったと思います。銀っていうか灰色の衣装で、ちょっとこう、インパクトがあった。で、ジャンプは回転が全て詰まってしまったんですけど、ただなんとか降りたんですよね。全てサルコーとかアクセルとかも全て、まあ、転倒とかステッピングアウトもしなかったんですが、まあ、詰まってしまった。ギリギリでしたね。で、表情もなんかプレッシャーに、なんか押しつぶされたかのような表情で、キスクラもちょっと心配そうな感じだったんですけど、でも演技は本当ギリギリ転倒をしなかったっていうジャンプが続いたんで、まあ結構乗り越えたのかなっていう印象はありますね。うん。そういうふうに感じましたね。うん。で、そうですね。最後の29位から34位と危険の選手ですけど、こうなってますね。うん。はい。という、まあ、いう感じですけど、とりあえず、坂本さんが、トップ、三原舞ちゃんが2位、キム・イデム3位、こういう成績になりましたね。うん、4位が住吉リボンちゃん。この1位から4位までがおそらくメダル争いしていくのかな、やっぱりね。うん、そんな感じがしまして、クラコワちゃんでもまあ成績によってはメダル争い変わってくると思うんですが、まあ、おそらく4位の住吉リボン選手までが主にメダル争いしてくる感じがしますね。うん、誰が勝ちますかね。うん、結構激しい争いになってる。韓国のキム・イデム、まあ、日本が3人日本独占するためにはまあ独占の可能性はあるんですが、まあ、キム・イデムも安定感が出てきたってなると、まあ、結構強いと思うんで、うん、まあぶっちゃけメダル争いもありますが、一緒に金、あのメダル争いとともに、まあ金メダル争いにもなるのかな。うん、まあ、完璧にやれば坂本選手やっぱり結構いい点が出ると思うんで、まあ、可能性は高いと思うんですが、まだまだそうですね、ちょっと分かんないですね。まだ
逆転の金メダルのチャンスも他の選手にもあると思いますけど、なんでメダル争い兼金メダル争いをこの4人の選手、住吉選手までがしてくるのかなっていう感じですかね。うん。はい。まあでも、住吉選手、4回転トーループね、やってくると思うんで、まあ、全日本では、ギリチョンで決めたので、決めたっていうか、まあ、ほぼ決めたね。9マークだったからね。まあ、なので、まあ、ちょっとその自信を胸にね。まあ、4回転と決まった場合も、まあ、そこ、その後がやっぱり肝心で、まあ、油断せずにね、まあ、ループとかね、ルッツとかサルコーで転倒があったので、全日本は。うん。そこら辺が、まあ、ちょっとポイントかなと思いますし、三原選手は、全然心配ないですね。心配ないっていうか、あんまり心配するところはないかな。うん。なんか、彼女、ね、本当に私はあんまり崩れることがないってね、いうふうに言ってたらしいんで、なんだっけ、本郷里香さんと高橋成美さんの対談で、うん。だから、結構そういうやっぱ安定感があると思うんでね、この調子で、うん。本当、ずっとね、三原選手安定してるんで、なんか本当に、うん、すごいですね。うん。まあ、後半に3回転3回転をやるっていうことも、まあ、今年からね、やってるので、まあ、そのなんだっけ、ショートプログラム。フリーも、ルッツトーループ全日本で、まあ、9マークついたかと思うんですが、まあ、そこもしっかり決めたので、だからまあ、結構、やっぱり力も強いと思うし、体力もあると思うんで、楽しみですね。うん、で、坂本選手はやる気を取り戻して、自信も取り戻してると思うんで、まあ、結構、まあ、国体でちょっとアクセルが、ダブルアクセル、ダブルとなったところあると思うんで、まあ、そこら辺が、まあ、多分、このユニバーシティで決めてくるかっていうところかなと思いますね。はい。というわけで、そんな感じです。うん、まあ、キミエレム、うん。キリエムもね、やっぱり安定感が、まあ、あるならば、まあ、あると思うんで、結構だから、うん。そうですね。まあ、住吉選手、やっぱミスできないですね。メダルを取るためにはね、うん、ミスできない。まあ、4回転と成功するしないは、ちょっと置いといて、他のジャンプは決めたい。うん、やっぱループとかね、ループとサルコーね、まあ、ここのサルコーがフリップに最近変わったらしいんで、だからまあ、いろいろ対策は打ってると思うんですけど、まあ、できればサルコーとか、うん、あと、まあ、オイラーからのサルコーとやってるっぽいですが、まあ、そこういったとことかね、うん、あとループですよね、ループ。あと、ルッツもね、すべてのジャンプがね、結構、できるとは思うんですけど、まあ、結構本番失敗するので、わかんないね。いや、わかんない。うまくいけばメダルの可能性は全然あるんですけど、変に失敗が続くと、もう全然順位がもっとドカーンと下がっちゃうことも全然あるので、だから、クラコワちゃんとかもね、まだ結構、クラコワちゃんもジャンプ決めます。あと、6位のダビン選手とかもいるし、ちょっと油断はできないですね、やっぱね。はい。っていう感じです。はい、皆さん、寝不足の方もいると思いますけど、ちょっと僕はこれからがね、ちょっと夜なので、夜というか、寝る時間なので、ね、ちょっともうさすがに寝ていきたいと思ってます。はい。では、バイバイ。